皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターコーポレーションの滝沢でございます。今回はこちら、スタインバーグというメーカーの UR242 というオーディオインターフェースを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。まあ、今から半年ぐらい前になるんですかね。これが発売してすぐに僕は買ったので、今更まあ動画作るのなんかなと思ったんですけれども、まあ、前からこれの動画作りたいなと思ってたので、ちょっとまあ遅れてしまいましたが、こちらを紹介させていただこうかなと思います。UR242、よかったら参考にしてみてくださいませ。まあ、これを買うとか買わないとか抜きにして、そういう機材もあるんだなと、そういう商品もあるんだなという感じで参考にしていただけると嬉しいなという感じでございます。で、僕がこれを買うに至った理由としては、2.5 個ぐらいありまして、2つはすごい大きな動機だったんですけれども、もう3つ目はまあまあ使うかどうかわかんないけど、まあ面白そうだなぐらいの動機でございます。2つと半分の動機がございます。これの前、僕は UR22 というインターフェースを使ってたんですけれども、ちょっと発売してすぐにこれを買えるに至りました。その動機の一つとして、インプット数があります。スタインバーグというメーカーの UR シリーズ、22とか44とか242とか、なんかいろんな種類があって、7個、6個ぐらいあるんですけれども、この機種は下から数えて2番目か3番目くらいのランクの機種という感じです。で、前使ってた、インターフェース UR22 はインプット数が2つだったんですけれども、最近ドラムとかを録音することが多くて、ちょっと2つじゃ足んねえなっていう気がしてきたわけなんです。なので、まあ、インプット4つぐらい欲しいっつって、これを買ったっていうのが、とりあえず1つの大きな動機でございます。インプット数4つは欲しいと、こんな感じです。で、あともう1つは、iPad とか iPhone とかに対応しているということです。普通にこのインターフェースを iPad とか iPhone とかにつないで、ガレージバンドとかで録音することもできるし、ツイキャスとかでその配信をすることもできると。特にその僕は結構ツイキャスとか iPhone から配信することが多いので、まあ、こういうインターフェースを使っていい音で配信できるというのはすごい魅力だなと思って購入した動機になったような感じでございます。ちょっと後でその辺をテストしてみます。ツイキャスで使っているところをちょっとご紹介させていただきますので、よかったらそちらも参考にしてみてください。それが2つの動機ですね。で、3つ目の、まあ、割と動機っちゃ動機かなというところは、DSP という機能を持っております。DSP。デジタルシグナルプロセッサーかな。ちょっと忘れてしまいましたけれども。そんな DSP という機能を持っております。DSP。これ何かっていうと、音を作る頭脳、もしくは音を作るためのパソコン、音を作るための CPU って思っていただけると良いかなと思います。まあ、ギターがありますよね。で、DSP が搭載されている UR242 があったとします。で、もちろんギターとインターフェースを接続して、パソコンにその音声を流すことはもちろん可能です。まあ、そのためのオーディオインターフェースですからね。これはもちろん可能でございます。で、自分でヘッドホンとかイヤホンとかでモニターしたい場合も、この UR242 からアウトをしてモニターすることももちろん可能でございます。では、その DSP、音を作る頭脳があると何ができるかというと、この中で音作りをすることができます。例えば、リバーブをかけたりとか、アンプシミュレーターにかけて、ちょっと音を歪ませたりとか、コーラスをかけたりとか、フランジャーをかけたりとか、そういった音作りをすることができるんです。なので、パソコンがなくても、このままギターからオーディオインターフェースに行って、アウトからアンプとかにつないでしまえば、まあ、言ってみればなんかギターアンプっぽく使えてしまうことになるわけです。まあ、それが面白いかどうかは話は別として、そういう使い方もできるということです。この中で音作りができる。で、ギターの音を入力して、この中で音作りをして、パソコン側に流すこともできますし、自分でモニターをすることもできます。とりあえずギターはそのまま何も加工せずにパソコンに送りたいんだけれども、録音しているときになんかこう、ね、生音のペチペチした音でなんか弾いてても全然気分が盛り上がらないぜという場合は、こっちの音はそのままパソコンに直接送って、で、自分がモニターする音はこの音作りをしてからモニターするなんていうこともできるわけです。そうすると、ね、こっちの音はパソコン側にそのまま送られてしまうから、こっちでかなり加工しやすくなりますし、でモニターしているときはちゃんと楽しく、気持ちよく演奏することができると。こんな使い方もできます。で、多分 DSP を搭載しているからだと思うんですけれども、だからそれだからできるゲートだと思うんですけれども、ループバック機能というものもついております。ループバック機能。
これまたニコニコ生配信とかツイキャスとかやっている方にとっては結構嬉しい機能かなという感じです。どういうものか少し説明させていただきますと、パソコン側からツイキャスとか、まあ、ニコ生配信とか、まあ、そういったものにその接続をして、配信をしますよね。で、この配信に流す音声というのは、ギターからブブブブッといって、この音を加工してもいいですし、加工しなくてもいいですし、まあ、パソコンに流して、そのままサービスのほうに流しているわけなんですが、もし配信中にパソコンの音、これを流したいと思ったとき、この今までの安い機能、安いインターフェースではそれができなかったんです。なんでかというと、パソコンの音は確かにこのままこっち側に行って、自分でモニタリングすることはできるんですけれども、この音をこっちの配信に回すことはできなかったんですよ。こっちのパソコンの音は自分で聞くことはできるけれども、放送のほうに回すことができなかったんです。けれども、この UR242 に関しては、ループバック機能というものを備えておりまして、ギターの音はもちろん入力できます。で、パソコンの音をこのまま頭脳のほうに送って、で、この頭脳がまたパソコンのほうに送り返して放送することができる。もちろんギターの音は入力できますし、マイクの音とかももちろん同時にその入力ができます。インプット4つまであるわけですからね。そういったものを入力して流すこともできるし、パソコンからの音も流すことができると。で、この頭脳で作られた音をトータルで自分がモニターしながら配信していくというようなシステムでございます。まあ、僕はこれ使うことはないかな、ループバックは使うことないかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと面白そうだなと思ったわけです。インプットが4つあるんですけれども、こっちに流せる本数はちょっと4つかどうかはごめんなさい、少し怪しいです。もしかしたらこのフロントの2本かもしれないです。もしかしたら後ろの2本も流せて、合計4チャンネル放送のほうに回せるかもわからないんですけれども、ちょっとこの辺はごめんなさい、定かではないです。で、ちょっとツイキャスの話に行かせていただきましょう。ツイキャス。僕がこのインターフェースを買った動機の2つ目、ツイキャス配信で使える。iPhone とか iPad からのツイキャス配信で使えるということです。このインターフェースがあります。で、ギターの音。ギターの音は接続しないな。マイクですね。マイクの音。マイクの音をこっちに持っていって、で、iPhone とか iPad とかに接続をして、ツイキャスのほうにつなげると。まあ、シンプルですよね。すごいシンプルです。けど、今までのインターフェースって iPhone につなげないものが多かったんですよ。というか、まあ、今まで僕が持っていたインターフェースで全部 iPhone には対応しなかったんですけれども、これが、まあ、初めて iOS に対応したインターフェースという感じです。で、ちょっとこの場合の少し残念なところが、iPhone、iPad に音を流すときは、1チャンネルしか流せないです。あと、さっき言ってたループバック機能というものが使えないので、もし iPhone でその音を鳴らしたとしても、もうそのまま iPhone の音はそのまま素通りして、僕が聞こえるだけで、モニタリングできるだけで、放送のほうには流れません。こっちはね、どっちも行くんですけれども、ギターの音、マイクの音はどっちでも行くんですけれども、iPhone のほうからはループバックはできないというのがちょっと残念なところです。で、さっき言ったように1チャンネルしか放送ができないので、その辺はお気をつけくださいませ。僕はてっきり2チャンネルぐらい、ね、同時にその放送できるものだと思ってウキウキでやってみたら、できなかったんです。1チャンネルにマイクを接続して、もう1個に、なんだっけかな、なんか iPad のガレージバンドかなんかをこう接続して、ガレージバンドの音を流しながら放送したら面白いんじゃないかなみたいなことをやったわけなんですよ。そしたら、ギターの音しか聞こえないですとか、なんか声しか聞こえないですとか言って、今なんかガレージバンドとか鳴らしてるんですかみたいなコメントがついて、はぁ、この音は聞こえていないのはすごく俺、地味に超ショックなんだけどっていうことがあったりとかしました。ちょっと皆さんはお気をつけくださいませ。はい、そんな感じです。ではでは、ちょっと実験のほうに行ってみましょう。これを、よいしょっとよいしょっといい。USB ケーブルで。ダダン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 接続をしました。で、この iPhone、iPad に接続するためには、こんな、なんか Apple カメラコネクションなんとかっていうのを買わなきゃいけないんですよ。これ、いくらだと思います？こんなんで。これだけで4000円くらいするんですよ。マジかって感じですよね。まあ、仕方がないっちゃ仕方がないけど、4000円ってちょっと思いません？僕はすごく思いました。
まあ、その USB をこの Apple なんたらかんたらにその接続をして、で、こんな感じで、ライトニングケーブルを iPad とかに接続をして、ペペペペペン、まあ、こんな感じです。で、あとは、こっちにその電源が必要なので、後で電源をつなぐんですけれども、で、ついでだから、このコンデンサーマイク、インターフェースと合わせて、ベリンガの B2 Pro というコンデンサーマイクも買ってみました。このコンデンサーマイクで撮った、割と高音質の音をインターフェースに流して、iPhone に流して、ツイキャスをしてみると。ちょっと聞き比べてみてください。検証1としては、これで音を取ったものをそのまま流しております。逆にしようかな。検証1はもう iPhone をバンと置いて、そのままツイキャスをしている場合のクオリティという感じです。で、検証2としては、コンデンサーマイクからオーディオインターフェースに行って、iPad、iPhone に行ったときの音という感じです。よかったら聞き比べてみてくださいませ。どうぞ。今これは iPhone のみでツイキャス配信をしている動画でございます。iPhone には何も接続をしていません。マイクも iPhone のマイクですし、カメラもそのまま iPhone のカメラを使っていると。で、やっぱり普通の音といいますか、まあ、感もなくという感じですよね。ちょっとギターとか弾いてみると。こんな感じの音声になります。それでは検証2の方に行ってみましょう。そして今この動画がコンデンサーマイクからオーディオインターフェースに行って iPhone に流して、実際に今ツイキャスを行っている動画でございます。当たり前ですけれども、すごい音質がはっきりクリアになってますよね。特に声とか低音の出方が全然違うふうに聞こえるかと思います。で、この状態でギターを弾いてみると、まあ、こんな感じになるわけです。まあ、当たり前ですけども、本当に格段に音が良くなりますよね。マイクを立てたりとか、あと電源を確保したりとか、まあ、その接続をしたりとか、もちろん手間は増えてしまうんですけれども、それをこう、ね、補ってあまりあるほどの魅力があるかと思います。もうとにかく劇的に音が良くなると。普段その iPad とか iPhone とかからツイキャス配信をしたりとか、もしくはそのパソコンからなんかニコ生配信みたいな、そういうことを日常的にやっている方だったらかなり魅力的に映るかと思います。やっぱりさっきの iPhone の音声で放送しているときと、今のこの音声で放送しているとき、全然その聞いている側の人もね、よく聞こえると思いますし、まあ、ちょっとこの考慮しても面白いんじゃないかなというところでございます。そんな感じです。もうコンデンサーマイクが高感度すぎて、こういう革の音とかがすげえ入るんですよね。さりげなくさっきちょっとお腹が鳴ったんですけれども、なんかそのお腹の音も多分拾ってるぐらいの勢いだと思います。まあ、これが検証2の動画でございました。てなわけで、このベリンガ B2 Pro とオーディオインターフェース UR242 の合わせ技で iPhone 配信をした動画をご覧いただきましたけれども、いかがでしょうか。まあ、このインターフェースが2万円くらいで、このコンデンサーマイクも2万円くらい合わせると、あ、そうだ、あとあれだ、これが4000円するから、これが4000円するから、これを合わせると、まあちょっとね、4万円ちょっとっていう感じで、まあ、なかなかの金額にはなってしまうんですけれども、まあ、こんな感じでマイク取りでいつでも録音できるわけですし、所属している Cubase AI を使って自宅でもう、ね、録音スタートすることもできますし、これをまあ高いと取るか安いと取るかを結構人によりけりという感じだと思います。少なくとも僕はかなり満足度は高いので、まあ、良い買い物だったなと思っておりますし、ツイキャス配信もよくやっているので、毎回毎回高音質で配信できてよかったなと、個人的にはすごく思っております。まあ、興味があったらいろいろ調べたりとか、まあ、もしくは買ってみたりとかしてみていただけると嬉しいなという感じです。はい、参考になりましたでしょうか。まあ、単純に考えてね、なかなかいい値段しますよね、普通に。2万円、2万円で4万円、そしてこれが4000円。なかなかいい値段しますよ。で、ちょっとおまけ話なんですけれども、iPhone には対応してないんですが、iPad 側で、この DSP ミックス、なんかすげえいろいろメッセージが。DSP なんとかかんとかっていうものを使って、
こっち側で音作りの操作をすることができます。ちょっとわかりづらいんですけど、このミキサー画面。インプット1、2、3、4のそれぞれ この音量を設定したりとか、あとこのエフェクト画面を開いて、この音作りをしたりとか、こういったものができるんですよ。ちょっと僕はなんかこういうのをワクワクしてしまうタイプなので、うわぁ、すごい !iPad で音作りしてる俺、うわぁ、楽しいってなってしまうタイプなんですよ。まあ、こういうのが好きな人だったら、結構こういうところ、なんか魅力的なポイントだと思うんですけれども、どうでしょうか。まあ、ここからそのコンプレッサーのことだったりとか、あと、アンプシミュレーターですね。こんな感じでアンプの画面が出てきて、なんかこうアンプの操作っぽくできたりとか、僕はこういうの結構ワクワクしてしまう感じなんですよね。まあ、こんなおまけもあったりとかするような感じです。もちろんパソコンの方にも対応しているので、このまま USB をババッと Mac とか Windows とかにさせば、そちら側のアプリで、さっきみたいな画面で音作りをすることも可能という感じです。はい、ではでは、そんな感じで、スタインバーグ UR242 のご紹介でございました。で、それに合わせてちょっとおまけで登場したベリンガの B2 Pro、こんな音でございました。よかったら参考にしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。